こちら、フスタの丸山です。今回ですね、アリアスター監督最新作某は恐れているのネタバレなしレビューでございます。予告でね、映像が出た時からもうどういう映画って思ってたんですけど、そのまんまでしたね。見たまんまっていう感じで、めちゃくちゃでした。まだ見てない人はね、どんな感じで楽しみにしてるかとか、見た人はね、どうだったか、ネタバレなしでね、ここはお願いしますという感じでコメントいただければ幸いでございます。ネタバレなしということで軽くなるのかちょっとわかんないですけど、レビューしていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。いやー、もう本当に悪夢でしたね。もうみんな思ったと思うけどね、体調悪い時に見る悪夢のオムニバスっていうか総集編みたいな感じの嫌なストレスフルな映像全ぶっ込みっていう感じの映画でございましたね。映画見てね1日経ったんですけど、まだ混乱してますね、割と。なんか嫌な描写がいっぱいある。でなんかね、アリアスター監督今まで、ヘレディタリーとあとはミッドサマーですね、これは見てまして、もう毎回なんかね、ほんと嫌な描写というか、もう不快感ある描写撮らせたらこの人本当にうまいなと、思ってましたけど、結構痛々しい描写が今まで多かった気がするんですよね。ミッドサマーも、ヘレディタリーもですけど、っていう感じなんですけど、今作はそんなに痛そうな描写は比較すると少ないかもしれないと思います。精神的に嫌な描写がかなり多いかなと思いますね。それがいつもよりはマシマシな映像でございました。それでもめった刺しアリアスターってめった刺しを結構やるんですけど、やるっていうか、なんか毎回見る気がするんですけど、今回もめった刺しはありましたね。それは痛かったっすね。やっぱ痛そうだなという描写ございましたね。お母さんが開始してしまったということで、実家に帰っていくというね、話の流れになっていくんですけど、本当にいろんなところに行きながら、家を目指すっていう感じでね、冒険活劇、冒険といつも地獄巡り的なね、作品になってましたね。いろんな人出てくるんですけど、もうみんななんかどっかおかしいなみたいな感じでしたね。で、あとその悪夢的なところシーンもイメージなのか、実際にその場で起きてることなのか、そこもあんまり区別がつかないように演出されてましたよね。どこのシーンからが回想で、でどっからが現在なのかみたいなのが織り交ぜながらやっていくんで、めちゃめちゃグラグラする。ここは今どこなんだっていうか、ここ今いつの話なんだろうみたいな感じで、めちゃめちゃグラグラする映画でしたね。混沌としてる、カオス、とてもカオスな作品でございましたね。そんでね、ホアキン・フェニックス今回主演ですけど、いやーすごいっすね。当たり前ですけどすごいなという印象でございましたね。ジョーカーの時に見せた狂気っていうのとまた違う狂気っていうものがすごく見えるというか、すごい被害者目線での狂気というか、巻き込まれていってる感じ、っていうのがすごくよく見えてました。本当に恐れてましたね、ずっと。何事に対してもずっと、恐れまくってた某でしたね。で、今まで結構そのヘレディタリーと、ミッドサマー、どちらも家族の話をねテーマとしてた、テーマというかきっかけとしてたっていう感じだったんですけど、今作はよりもうがっつり家族みたいなものをテーマとしてましたね。もはや呪いみたいな、レベルまで行ってたなというところでしたね。序盤とか中盤ぐらいまでは全然ホラーじゃないかも、てかむしろコメディ、ブラックコメディ的な要素が強いかもなと思って見てたんですけど、後半のねガッと物語が展開してツイストが急にかかってくるところがあるんですけど、そのあたりからめちゃくちゃホラーになってくるという感じでした。かなり油断してるとね、うわ怖ってなるというね感じでしたね。自律神経をめちゃめちゃ問われる映画なので、そうですね、本当に体調悪い時に見たらダメなんだろうなと、めちゃくちゃ思います。こればっかりはマジで整えてから見に行きましょう。あと、もうそもそも3時間あるからね。そもそももう最近の映画は3時間あるのがもう全然ザラなんで、結構慣れてきちゃいましたけど、ですけど、でも3時間ありますからね、もう大変ですから、本当に体調を整えときましょうっ
ていうところです。でまあ面白いか面白くないかで言うと、まあ面白いとは思います。面白いとは思うというか、なんか発想というか、そのつながり、話のつながりだったり、まあ、展開とか、そういうところが、まあ、普通の映画じゃないので、そういう面白さはかなりありましたね。まあ、ボーはね、なんか精神病を患ってるそうで、現実なのか、ボーが見ている世界なのか、まあ、かなり曖昧なね、作りになっていたんで、そこの、なんでしょうね、精神病を抱えている人のね、視点というのはこういうことなのかなみたいな、エブエブも ADHD の、人の視点というか、そういったものを割とモチーフにしているっていう話があったんでね、今回も何でしょう、そういった強迫神経症みたいなね、そういったところの、描写が多いのかなと思ったりしてて、そういったところでも実際にそう見えている人がいるのかなという、まあ、そういった人への理解っていうものもちょっとできるような作品なのかなとも思ったりしましたね。あの映画のホームページでね、徹底分析みたいな、ページがあるんで、それ見ると結構面白いというか、これでもうなんか考察動画とかもいらないんじゃないかぐらいね、いろいろ考察してもらってるんで、はい、これは面白いんでぜひ見てほしいなと思います。本当マジで感想中の感想って感じだと思うんですけど、はい、まあ、そんなところですね。次回はですね、ネタバレあり回をお届けしたいなと思います。よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。で概要欄の方にね、いろいろ、ね、貼ってありますんで、よければ見てほしいなと思います。それではまた。